青のエクソシスト特別授業オルタナベルト大解剖。青のエクソシストで奥村凛を演じています岡本信彦です。よろしくお願いします。オルタナベルト青のエクソシスト外伝でゲームオリジナルキャラクターとして登場するクレハ・アドリを演じております声優の宮本ゆめです。よろしくお願いします。お願いします。同じくオルタナベルト青のエクソシスト外伝でゲームオリジナルのガイド役ゆめを演じさせていただきます河野ひよりです。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、ということでこの番組ですね、今年の夏にリリース予定の青のエクソシストの 3D アクション RPG オルタナベルト青のエクソシスト外伝の魅力をご紹介していく番組となっております。はい、本日ですね、司会を務めますアナウンサーの田口です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ということで、はい、第1回が好評だったからありがとうございます。第2回目もできましたよ。やったー。同じ日に収録してないよ。そうだよ。そうです、そうです。ちゃんとこう日程分ける。ちゃんとしてます。前回、あ、まずリンね、いやアクションかっこいい、すごい立体的な行動からなせる、こうリンのかっこよさみたいな、改めてリンってやっぱかっこいいんだなってちょっと思いましたね。オルエクに登場する原作キャラの魅力やまた人気上がっちゃうじゃん主人公のキャラメイクを体験。次のにしようかな。こちらです。ちょっと闇深そうって。誰だと思いますか。誰だと誰だと思う。え、富永、あれ、あれ、それが、え、もしかして、あれ、俺？闇が深そうなの、俺？第2回となる今回、まずは、改めてゲームオリジナルストーリーについて深掘りをしていきたい。気になる、もう PV の情報しか知らないんで。さあ、まずじゃあ詳しいストーリーの概要ですけれどもね、はい、こちら宮本さんから、教えていただきたいと思います。はい、ではまずこのオルエクがどのようなストーリーになっていくのかご紹介します。エクソシストが集まる世界組織聖十字騎士団、その組織の日本支部長であるメフィストフェレスが所有していた悪魔付き物件百歳楼閣で炎上事件が発生。その現場から救い出された主人公は独立捜査係に配属されるのだが、そこは所属エクソシストがたった3人の新設部署だった。係長幕外有志の元リーダーとなったあなたはクレハ・アドリとバディを組み任務に当たっていく。ペット探しにパトロール、窓口業務まで雑用のような任務の数々。任務先で出会う個性的なエクソシストを引き込みながら独立捜査係のメンバーは増えていく。だが何でもない日常は続かない。聖十字学園町内に発生した家紋の悪魔、そして百歳楼閣炎上事件は思いもよらない大きな事件へ発展していく。悪魔の望む理想郷とは、メフィストフェレスが描く未来とは、さまざまな思惑が絡み合う渦中であなたは選択する。はい、ということになっており、何を選択するんですかこれからをね、選択していくわけなんですけれども、ちょっとメフィストフェレスさんとかが出てきて急に具体性が出てきたなって印象があるんですけれども、はい、メフィストはですね、はい、アニメ本編でもずるいんですよ、うん、彼時操れちゃうんで。そうなんですよね、未来見えちゃうんで、はい、全部こう狂言回しというか、全て知ってるかのごとく語りかけてくるんで、うん、怪しいですよね。まあ、改めて今宮本さんから説明あった中でもかなりね、やっぱこう一つ一つのフックキーワードが散りばめられているなといった感じだったんですけれども、ちょっとじゃあそのキーワードですね、掘り下げてまいりたいと思います。はい、まずは原作でも登場するメフィストフェレスについてです。リンたちが通う聖十字学園の理事長で聖十字騎士団日本支部長、しかしその正体は人間ではなく悪魔の住む世界ゲヘナの第二権力者の悪魔。人間の住む世界アッシャーに関与する真意は謎に包まれている。原作ファンの方はもちろんご存知、青エクの中です重要な役割を持っているキャラクターです。今回のゲームストーリーの中でもどんな関わり方をしてくるのか詳しいことは言えませんが必見です。うん、改めて岡本さん、やっぱメフィストフェレスがいるからこうなんだろう、ゲーム内でいろんなことが起こっても我々納得せざるを得ないというか、そう、全てを知っていると言っても過言ではない人なんで、だから
こう原作でもそうなんですけど、まあ、奥村兄弟が主人公っぽく見えてますけど、ともするとメフィスト主人公軸にも見えるっていう、おっしゃる通りでそういうストーリーですよね。手のひらで踊らされてるっていう、ね、そうなんですよ、みんなそうなんです、群像劇になり変わるっていう感じですね。このゲームに改めてどう関わってくるんだろうというところです。まだまだキーワードあります。宮本さんからお願いします。はい、続いては100歳老閣についてです。メフィストは個人的に、まあ、趣味も兼ねて悪夢にまつわるアイテムをいろいろ集めているのですが、その中のコレクションの一つが100歳楼閣ということですね。何やらいわくつきの建物のようで、この物語は100歳楼閣の炎上から始まっていきます。気になる、いわくつきですからね。いわくつきの建物が炎上したとこからなくなっちゃったとこからなので情報がね、一回構築した情報が消えてるからわけがわからなくて悪魔とはまた違うの、いわくつきって何なのって思いますからね。そうなんです。さあ続いて河野さんからですね。はい、3つ目はこちらです。家紋の悪魔について。100歳楼閣炎上から聖十字学園町内で見慣れない悪魔の目撃がされるようなんです。その悪魔たちには謎の文様があるとのことなのですが、こちらはまだ言えないとのことです。言えない、知らないだけじゃなくて言えない、言えない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 、なぜこの情報言ったの言えない言えないのに言えないけど、気になるだけじゃないか、我々は謎の文様が重要なんだっていうね。でもなんか今挙げただけでもメフィストフェレス、100歳楼閣、家紋の悪魔ということで、まあこのまあ三角形ですね、言ったらがこうぐるぐる回ってどんなストーリーになっていくのかなというところですし、まあね、ありますけれども特立捜査係、これもまあゲーム独自のまあ組織ということになりますんで、それこそリンとかもどう絡んでいくのかなっていうのがね、そうですね、楽しみですね。だから嬉しいのが、青江子を知ってる方ももちろん楽しめると思うんですけど、知らない方でもオリジナルストーリーなんで最初ここから入れるよっていうのもいいですよね。まあ、今回ゲームということですので、はい、そのどんな風にその 3D でいろいろなものがこう再現されているのか起こされているのかというところですね、はい、ちょっと見てまいりたいと思いますが、はい、まずは聖十字学園長、今回かなりこう立体感ある感じで起こされていますので、はい、こちらちょっと探検していただきたいんですが、うんうんうん、目的地こちらで指定しますので、はい、そこを目指して皆さんにゲームプレイしていただきたいと思いますね。こちらすごい、はい、この中今から入っていきますんで、いやー超綺麗、広大なフィールドを実際に散策、細かく作り込まれた聖十字学園に注目。はい、ということで改めまして河野さんに目指していただくのはですね、凛と雪男が住む男子寮旧館ということになりますが、わかりますか場所。だいたい上です。まあ概ね正解です。とにかく登って登って行きます。おーおーおー、ゴー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 、なんかねこれでダッシュも、おーかっこいいダッシュ、すごい。これで上にとにかく目指すんだよね、作戦としては登っていきます。遭難したらとにかくこう尾根を目指せと言いますからね。あーなるほど、でどっか川があればみたいな。そう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 、すごい奥行きすごい、いやなんとなく皆さんもアニメとか見てて漫画とか読んでて、青江区の聖十字学園ってこんな感じだよねってなんとなくあると思うんですけど、うんうんうん、実際ここまでこう空間認識できてないと思うんで、歩くだけで楽しいと思いますね。ここはどこだ、ちょっともう迷ってるんですけど、もう迷ってんのか、あー現れた、ちょっと行きたい、逃げる、逃げるの、エクソシストらしからぬ、尻尾巻いて逃げますなるべくね戦わず、うん、あ確かにあったあった、ここちょっとにかく上行くのがね作戦だったら確かにありかもしれない、うん、おれちょっとちょっとあれすごいすごいすごい、女子流ちょっとどうしよう、右手に見えるのが男子寮なんですよ。あのバラエティをもうちょっと堪能してください。ついちゃった。いやいやいやじゃあ違うんですよ岡本さん。こちらが予定していたことはですね、はい、もっとその敵もいるから、やっぱ戦闘してみようかみたいな。しかもね。そうですね。ゆめだから性格な情報。尻尾巻いて逃げてすぐそこにシオンみたいな。シオン得意で。与えられた目的に対して最適解のアプローチ、うん、ということになりました。道なりに行ってついたんですよ見えたらさ発見がありますよ、横に並べられると、ほら、うん、女子寮はステンドグラスなのに、うんうんうん、これほら男子寮は、はい、ちょっと窓だボロッチーなんでだ今なんとかこの絵で拾えるものないのかあれでもなんかありましたもんね、不気味だみたいな。あ確かに、うん大丈夫です、大丈夫、スタッフ OK 出たから、これで終わります、大丈夫です、大丈夫です、ついてました
はい、ということで、まあまあでも本当に歩くだけでも街並みのその造形の深さとかディティールの細かさっていうのがね伝わったんじゃないかなと思うんですが、では改めましてちょっとプレイヤーチェンジしまして、はい、続いては岡本さんにですね、ゲーム操作していただきたいと思います。どこ行くんだろう。続いて岡本さんが目指すのは普通マヤ、普通マヤ、はいはいはい、シミのオチということになりますけれども、はい、ここを目指していただきたいと思いますね。はい、わかりました。はい、というわけでね、今ねちょっとご飯をねちょっと食べたいなみたいな感じになってましたけど、こっから行こうと思います。あ、まあね、最速ルートって言ってもこれもやっぱ上を目指せばなんか行ける気もね、うんうんうん、しつつ、あ、さっき言った桜並木向こうです。桜並木が見えますね。綺麗じゃないですかこれ。本当だ、綺麗。絵作り綺麗だな。強者にしかできないやつ、みんな上とのみんなね真似しないようにね。あ、でもほんと細部まで作り込まれてますね。電線のようなものも含めて。あ、見つけちゃった。これですよね。そうです、こういうものを、こういうものを触っていただきたかったんです。なるほど、気になります。いや、こういう、そう、建物の中とか細かい。もうわー、すごい。え、すごくないですか、中庭みたいな。ね、中庭、うんうん、すごい。こうなってるんだって知れちゃいますね、うん、学校とかも。いたいた、あら、わ、行くぜ戦闘。いきなりスキル使ってご派手に。よっしゃ、やったる。こういうことでしょ。いや、そういうことでしょ。こういうことでしょ。こういうことでしょ。超格好じゃん。ありがとうございます。オッケー、ありがとうございます。やりました。そろそろ CM のとこ行きたいんですけどね。本格的に当てつきました。本格的に分かんなくなってきたんで、これもね、こっちの、あ、お、マップをね見て、え、なるほどね。マップ見れるの？マップを見てね。いい勘どころなんですよ、岡本さん。でもなんかそうだ、ヒント出すならね、その一撃ワープで行きます。え、どこ？一撃ワープ。そうですよ。全タグ押した気が。本当ですか？目に映ってるアイコン全部押しましたか？うん、なんと、え、親指のあたりに、親指のあたり、あーってこった。マジ？まとまってるんだここに。便利。あ、え？あ、で、あ、宝箱の場所も。宝箱まで？そう見えるんですか？うわー、こういうこと、タブってこと、ありそう、ありそう。お、あ、ここにも移動できる。妻軸にも移動できる。5丁目成城十字学院病院まで行けて、うんうん、ありました。桜です。何かトラブルって行けちゃうんだ。 これは便利、ちょっとめっちゃ便利ですか。すごい、これだけ広大なマップの中でワープが随所に行けるなんて超嬉しいし、超綺麗。うわ、綺麗。めっちゃ綺麗じゃん。これだけでなんかスクショしたい。こんな綺麗なの。綺麗。あ、めっちゃ綺麗なんだけど。あ、再現度。すごい。やっぱキラキラしてますね。すごい。ひまわり、アロエ。アロエとかも撮れるな。イサティスって何？イサティスわかんない。イサティスかっこいい。ラーミー。この中に。はい、こちら普通前がゴールしてということになります。やりました。うわ、可愛い。みんなを守って。ナウナ君を出して見事多目的達成ということになります。可愛い。やりました。まあ、今が普通前は行きましたけど、はい、ファースト亭だったりとか、そうですね、いろんなまだ行けてない部分もあったりするので、行ってみたいですね。京都組がどっかにいたりするのかなとか、ね、こう仲間を求めて探索するのも楽しそうだなと思いましたね。確かに、いや本当にかなりこう精巧に広いマップ作られてますので、はい、皆さんも探検する機会ね楽しみにしていただければと思うんですが、はい、まだまだ新情報をお届けしてまいりたいと思います、はい。このゲームですね、オリジナル要素はシナリオだけでなくキャラクターというものももちろんあるということで、第1回だけでは紹介しきれなかったゲームオリジナルキャラクターもご紹介してまいりたいと思います、はい。理想のメンバーということで、まあ、最初は3人からスタートなんですが、どんどん増えていくということで、こちらご紹介ですね、うん、宮本さんと河野さんからお願いいたします。はい、かしこまりました。まずは私から、羊クナンです。はい、クナンはですね、モデルとエクソシストの二足のわらじを履くアリアですね。歌がとてもうまく、戦闘時はその歌声で施設を唱え仲間のサポートをしてくれるという。あ、じゃあボイスもぜひということなんですけれども、はい、いいですか、ボイスこちらです。特立捜査係アリア、棺クナン、ここに来れたのはまあよかったかもね。はい、ということでクナンの CV、はい、リンさんです。おー、クナンだ、リンちゃん。
なんかセクシーなのかなって思ったら結構可愛さも持ち合わせてるキャラクターなんだなってボイス聞いて思いましたね。まあ、どんどん紹介してまいりたいと思うんですが、はい、続いてはこのさんからですね。はい、私が紹介するのは小森ジレイです。小森は常に悪魔のことを考えている変態テイマーです。自分の世界観、独特の美意識、淡々とひどい、悪魔を釣るおやつ作りが得意とのことです。笑顔がもうちょっと怖い感じしますね。そう、まあ、ボイスもそういう変態ボイスを求められるでしょうね、これは。こういう役は。わわわわ。じゃあ早速、うん、どんなボイスなのでしょうか、お聞きください。特立捜査係、天才悪魔ハンターで天才テーマーの小森ジレイだ。よくわからん悪魔の情報は何でも持ってこい。ということで、小森の恋は興津和幸さんが担当されています。興津さん、ぴったりじゃないか。なんかひょうひょうとした感じのね、うん、そうですね、うん、本気出した時どうなるか気になりますね、なんか。いや、そうですよね、全キャラ本気もちろんどっかで出すわけですからね。さあ、続いて3人目に参りましょう。宮本さんからです。はい、3人目はなでしこやすみです。なでしこは心優しいドクター。魔性を受けた子供たちのために休暇中でも勤めている病院へ出向く。成人女子は片手でモテる、すごい、お姫様抱っこならぬ資材のように担いでというファンがいるという情報もある。新しいですね、これは。はい、岡本さんも前回キャラクターデザインが加藤先生感があると気になっていたキャラクターだと思うんですけど、この肩幅だったりとか、そうなんです、骨格がいいですね、筋肉とかもいいですよね、強そう、単純に強そう、もう、資材のように担いでいいですね、これ聞きたいですね。気になる CV、こちらです。特立捜査係、ドクターなでしこやすみだ。これまでは各地の魔性外来中心に活動してきたんだが、まあこうなったからには全力でいくよ。なでしこの CV、八代拓さんです。おー、かっこいいなんだ、担いでほしい。資材のように担いで。何でもできるな、すごい、この太い役も優しそうな声色で、そうですね、頼もしさもありつつ、優しさもありつつ、筋肉隆々感もありましたね、女性ファンも増えそうですね、かっこいい。さあ、そしてラストのキャラクターのご紹介ですね、こちらからです。はい、最後は光月まといです。光月は曲がったことが大嫌いで負けず嫌いな性格、根性が座っており判断力がある特立捜査係の中では司令塔のような存在で、ドラグーンとなっています。腹筋がいい感じですね。確かに自信ありますね、いい体だ、ということでボイスはこちらです。元ふつま課、ふつま係、現特立捜査係、ドラグーン、光月まとい、係長補佐もやってる。はい、ということで光月の声は近藤麗奈さんが担当されています。わあ、近藤ちゃん凛とした声、かっこいいですね。はい、ということで今回4人のキャラクター全部で、ね、ご紹介したんですけれども、はい、どうでしたか、改めて岡本さん。そうですね、ビジュアル的には小森が一番ヤバそうな雰囲気が醸してますね。色合い含めてビジュアル的にはですけど、この後どんな絡みがゲームの中で出てくるのかっていうところも楽しみなんですが、まあ、じゃあ実際に彼らがねどんな風に動いてるのか、はい、ちょっとやっぱ見てみたい、見たいということで、今回はこれらのキャラクターを使ってバトルを体験していただきたいと思います。やったー、楽しみ。はい、もちろんプレイヤー岡本さん、僕でいいですか。はい、よろしくお願いいたします。頑張ります。紹介した4人のオリジナルキャラクターのバトルの様子は本邦初公開。ゲームオリジナルキャラが、まあ、この動き、はい、を見せてくれるのは初めてということなんで、いや楽しみ、ね、どんなプレイになっていくのか早速参りましょう。はい、じゃあ早速行こうと思います。まずね、コモリンからね、さあということで今回ねパーティー編成4人、ちょっとお前ら、あ、もう終わりそう、一応これ岡本さんの気遣いを無視する。まずですね、挑発がありますね、挑発、はい、あ、釣ってる、釣ってる、こうなんか釣れるんですね、はい、ここに多分敵が来るんでしょうね、まあ、なんかでもちょっと出るんですけど、敵がもうね、これ戦闘である必要ないからね、召喚、ああ技をね、こうやって召喚して、ああ、なるほど、あ、かわいい、かわいい、いけってやつ、さあ、いけ、合わせ、テイマーなんですね、かわいい、
早くしないと、ね、いけない、グリーンまでやろう、そんなの右で、右ちょっと次じゃねえのか、右俺たちの想定してるやつ倒れた、なるほど、まずはちょっと今回ね休み君にしようかなと思います、うん、俺ら強い、強い、もう見た目通りのパワーキャラクター、これでドクターですからね、確かに、あ、これ連続してできるんだ、これすごい、 あら、アリアしてる、本当だ、うらい、あ、ちょっとやっちゃって、いや、そっか、あの、食らわせたかったよ、あ、出てる出てる、よし、いけ、お、何をしてるんだ、歌ってはいるんだが、これは歌っている、ダメージが入ってるのかどうかのか、あ、でも違う、バフみたいな、バフをかけてんのか、おおお、あ、これがすごい綺麗だ、どこに行くんだろう、あれスターかな、じゃあコウズキ行きましょう、うん、新しい席来るんで、になる、おあ、かっこいい、すげえ、あ、これでもコウズキ使いやすいかも、やっぱすごい、かっこいい、距離感もね、適正で戦えるし、いろんな、これめっちゃいい、初心者向けですね、これね、すごいアクロバットする子なんですね、かっこいい、どうですか岡本さん、とりあえず4キャラシャワー触ってみましたけど、はい、コウズキが一番ダントツで使いやすそうな感じがします、いや、コウズキ強っ、コウズキ、あーね、ブレイク入って、コウズキがやっぱ強そう、使いやすかったです、個人的には、迫力ありますね、うんうん、やっぱいろんなキャラクターがいて、しかもそれぞれ特性があるから、こうずっとキャラクター4キャラ回してれば一生飽きないって言ったらあれですけど、うん、それぞれの楽しみ方ずっとできるんで永遠にできそうですね、うん、なんかやっぱ質疑なんか CPU に置いといて、うんうんうん、ちょっと今日自分のこと強化してもらって、うんうん、そうですね、うん、CPU がいいかもしれないですね、質疑、ただ多分重要なんでしょう ね、かなりボス戦とかだと多分重宝するんだろうなと思いますし、あとなでしこ休み の、うん、あのパワープレイ、あれもストレスあるなって方はぜひ実社会でストレスあるなって方は使うとさらに気持ちいいかもしれないですね、力こそパワーっていう感じで ね、うん、どんどんそうですね、そして今だね我々もポテンシャル をこう開き切ることができなかった小森、はい、うんうんうん、なんかいつも女の子のキャラ使いがちなんですけど、逆に小森 のグリーンマンが可愛すぎて、小森使いたいってグリーンも人、まあ、見るためにもねやりたいなっていう、ね、よかった、まあ、今回ね新たに紹介した4キャラちょっと触ってみましたけれども、はい、前回ねご紹介しましたクレハイギリマクガイも、はい、今回ちょっとプレイアブルとして使ってみたいよということに、使ってほしい、やったー、せっかくなのでねクレハの、まあ、音声声を担当していただいている宮本さんにプレイをしていただきたいと思います、はい、わー嬉しいです、うん、実際にやっぱアドリちゃんをね操作できるのはとても嬉しいです、うんうん、さあということで宮本さんにはですねクレハ、イギリ、マクガイ、そしてノブで、ちょっと待って、まだノブがおるやんけ、ちょっと俺やん寝て寝不足なのよ顔が、寝不足のエクソシスト寝不足のエクソシスト寝不エク寝不エク売れないでしょうね、売れないだろうな、いやいや売れない、来ます、このコーヒーも実は、え全然分かってない、実はって何、これも伏線なの、実はって何じゃあ遊んでいきたいと思います、 あノブ、ノブからじゃノブ何できる、ノブが確かに何ができるか、頑張れノブ、すごい、アドリちゃんすごすぎない、めちゃくちゃ強い、アドリ一人でいいな、アドリちゃんちょっとノブ、さっきのこれはこれなのかな、おおそれ何なの、ね、映像、え、ちょっと待って、持続ダメージずるくない、これめっちゃスリップします、超強い、それすごい、え、これダメだって、アドリめっちゃ強くない、強すぎない、これ まだね、開発中なんで、そうそう、ね、バランス調整は入ると思うんですけど、うん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 、これイギリとか変えられますか、はい、イギリ、はい、イギリくんですね、通常攻撃、ちょっとアドリちゃんちょっと逆上げて、ね、強い、どういう感じなのか、あ、刀なんか二刀流、おめちゃめちゃ動く、グローバー、そうですね、かなり身軽に動く、うん、でも全部アドリが片付けていく、ああもう強い、早めに敵がすぐ溶けていく、マクガイさんに行きます、はい、マクガイさん通常攻撃こんな感じ、ああ刀と銃か、両方持ってるか、どっちも、おおおおこんな感じ、お男の子が一番なりたいやつ、なりたいやつ、めちゃくちゃできる子、かっこいい、
強めのやつも近距離も遠距離もってことですよね。どっちもできちゃう。すごい。まあでもね、今回もマクガイさんの手を汚すほどではなかったと。そう、改めて言っておきますけど、そのまだバランス調整中となっておりますのでね。はい、まあ、でも実際にちょっとプレイしてみていかがでしたか、はい、そうですね、やっぱそのアドリちゃんの強さもそうなんですけれども、うん、あの炎のエフェクトが出る感じとかが、実はそのアドリちゃんのこの中身を掘っていくときになるほどってなるようなエフェクトだったり、赤いのが、はい、うん、なんだ、個人的には胸熱だなと思うので、ぜひぜひ遊んでいくうちに皆さんも分かっていくとね、うん、いいなって思いますね。ということで、まあ、改めましていろんなプレイアブルキャラクターが今回いらっしゃるということですので、うん、皆様もその自身の手でね動かせるタイミング、うん、楽しみにしていただければと思います。さあ、それでは最後にインフォメーションですね。まずアニメの告知があるということです。テレビアニメ島根イルミナティ編のブルーレイ &DVD 上下巻が発売中でございます。そしてですね、この前ね、こちら上巻は言ってたんですけども、この下巻、はい、こちらね、加藤和恵先生書き下ろしのミニ色紙などですね、豪華特典が入っていたりするんですよ。そしてですね、まあ、中身はですね、中でもびっくりしたのがスペシャルブックレットがありまして、結構ボリュームあるんですよ、文章的にも。そこで話数のことももちろんそうですし、なんとここでですね、いろんな方のインタビュー記事が見れて、まあ、僕的にはですよ、音響監督若林さんがですね、それぞれのキャストに対して物申してるところ、ちょっと物申している、物申されてるんですか、物申されている、ちょっと直視できないですね。はい、そしてですね、シリーズ続編となる雪の果て編が2024年10月放送予定でございます。島根イルミナティ編を見て予習しておいてください。はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、ゲームのインフォメーションについてお願いいたします。改めて青のエクソシストの世界を自由に冒険できる 3D アクション RPG オルタナベルト青のエクソシスト外伝、広大な世界での冒険を原作キャラクター、オリジナルキャラクターとともに楽しむことができるゲームになっております。オルタナベルト青のエクソシスト外伝は2024年夏にリリース予定です。公式 X ではオルエク新情報をお届けしておりますので、ぜひフォローしてみてください。はい、そしてですね、第1回放送時に実施のお伝えをしていた事前登録キャンペーンに関して、本日なんとですね、詳細をお伝えします。はい、こちらです、ドン。はい、5万人でガチャチケット2枚で、メッフィーポイントが5万ポイント、戦闘記録3が5個、もろもろ書いてある素材についての説明なんですが、はい、呪物はですね、ゲーム内でキャラクターに装備することができるアイテムということになっております。はい、メッフィーポイントはゲーム内の通貨に該当するもので、戦闘記録はキャラクターの経験値育成アイテム、残留思念は呪物の経験値育成アイテムということで、主席はキャラクターを強化するときに必要な、アイテムでして、はい、風文書は呪物を強化するときに必要なアイテムということになっております。じゃ、この勢いでなんか、まあ、10万人記念とかでリンとか、リンとかどうなんでしょう。クライアントは今首をかしげてダメか、ダメなのかな、どうなんだろう、いや、わかんない。でも、まあ、やっぱそれも皆さんの登録状況次第ということにはなるはずです。そうですよね。そうです。一旦10万目指していきましょう。一旦大人を動かすかもしれないということになりますので、はい、今のうちに事前登録をしておいていただければなと思います。お願いします。そして、他にも新情報があるということですが、岡本さん。はい、オルエク公式ディスコードの開設が決定しました。ディスコード、なるほど。運営からの情報はもちろん、ユーザーの皆さん同士で交流できる場になっていたら嬉しいなというふうに思うんですけども、こちら事前登録機はですね、ストーリーやキャラクターの考察を進めるのもよし、リリース後には攻略方法や好きなキャラクターや場面を語るもよし、みんなでオルエクを盛り上げていきましょう。ディスコードはですね、画面の QR コードから、もしくはディスコード内で公式オルタナベルト青のエクソシスト外伝で検索お願いしたいと思います。アカウントね、お持ちでない方は今から作成しても間に合いますので、ぜひぜひ作っていただければと思います。さあ、ということで今回もオルエクの魅力、まあ、2回目ということでお伝えしてまいりましたが、はい、岡本さんいかがでしたか。いや、なんかキャラクターの何ができるかとか、どんな技ができるか分かった分、うん、やっぱストーリーが気になっちゃってですね、今度ね、これね、なんか小出しにするじゃないですか、お二人が
気になります。いや確かにまだキーワードベースでしか我々教えてもらってませんからね、はい、うんうんうん、ということで青のエクソシスト特別授業オルタナベルト大解剖第2回はここまでとなります。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。